慈恵学園グループ福岡では、皆さんが楽しい学生生活が送れるように、様々なサポートをご用意しております。学生寮は全室、各家電付きのワンルームマンションタイプ、バストイレ付きでプライベートを重視した作りになっています。カードロックシステム、24時間監視システムを導入しており、セキュリティも万全。また、寮長さん、寮母さんが住み込みなので、思いがけない緊急時も安心です。寮以外の学生マンションやアパートなどのご紹介も可能です。お気軽にお尋ねください。本校では全館、フリー Wi-Fi を完備。ギガを気にせず、スマートフォンやパソコンも自由にインターネットにつなげる環境を整備しています。学生専用食堂、慈恵レストランは、栄養バランスを考えられた様々なメニューが揃っています。なんといっても安くてボリューム満点。慈恵レストランの中にある売店では、スイーツやコーヒーなどのカフェメニューも充実しています。健康面のサポートも万全です。学校専属医院、平成会クリニックは学校から一番近いクリニックです。診療科目は歯科と内科。保険診療の場合、診療費は学生の健康管理費から負担されるので、安心して受診することができます。福岡医健スポーツ専門学校1階には、整骨院と鍼灸院があり、捻挫や打撲、脱臼などの怪我の治療のほか、内科疾患や痛みの緩和、メンタル面で効果があると言われる針治療も格安で受診できます。慈恵トータルサポートセンターは、悩み相談専門の窓口。様々な悩みやトラブルなど、専門のカウンセラーが秘密厳守で解決のお手伝いをします。パソコンを使ったり、番号を読んだり、ちょっとした休憩スペースとしてもご利用ください。そして、クラブ活動やサークル活動も充実しています。運動部は週に1、2回の練習で楽しみながら活動しています。年に一度、専門学校体育大会にも出場し、多くの部活が好成績を収めています。また、たくさんの動物たちのお世話をする小動物飼育クラブをはじめ、ワンちゃんや猫、魚や爬虫類のお世話をする飼育クラブもあります。その他、本格的なゴスペルアンサンブルや様々な文化サークルもありますので、勉強の息抜きや姉妹校での友達作りに活用してみてください。また、本学園には世界各国からの留学生もたくさん在学しています。学校や専攻の枠を超え、留学生や日本人学生との交流を深める楽しいイベントも開催しています。留学生との交流を通して国際的な感性も養いましょう。